プロジェクトミルキーホームズ探偵オペラミルキーホームズ探偵オペラミルキーホームズオルターナティブ 1&2 探偵オペラミルキーホームズオルターナティブ 1&2 は2012年に放送された日本のテレビアニメ探偵オペラミルキーホームズを検索として JC スタッフアニメーションスタジオアートランドにより2作品が制作されたゲーム探偵オペラミルキーホームズを検索とした テレビアニメであるメディアミックス企画プロジェクトミルキーホームズの一環として制作されたこのメディアミックス企画ではアニメ作品を何度か世に送り出しているがいずれも原作をゲーム版としながらもアニメ版独自の設定やストーリーを展開しており主人公もゲーム版とアニメ版とでは異なっていた本作は従来のアニメ作品とは異なり最大の特徴として ゲーム版主人公、小林オペラが物語の中心に位置する。ミルキー・ホームズたちと共にゲーム版に準拠した世界観のもと本格的な推理アニメ作品として制作されている。アニメ制作スタッフも大幅に入れ替えられ、過去3作で監督を務めた森脇誠に代わり、新たに岩崎義明が監督に就任。 脚本は草原推理短編賞佳作などの受賞歴を持つ推理作家の伊上隆代が担当する。音楽についてはゲーム版はモナカが担当しているのに対し過去3作のアニメ版ではエンジェルノート所属者が担当していたが本作ではモナカと井ノ原聡の双方が担当する。担当声優についてもゲーム版も踏襲して森島修太が主人公役に起用された。 ゲーム版はシリアスで恋愛が中心の作品であるのに対し2012年までに制作された過去の森脇版アニメはギャグやコメディが中心の作品であったその内容に合わせゲーム版の主人公小林オペラは森脇版アニメにはほとんど登場せず代わりの4名が主人公となったしかし視聴者からゲーム版のように 小林先生が主人公のアニメを見たいとの要望が多数寄せられたことを受け、ゲーム版に完全準拠する新たなアニメ制作が決定した。本作の内容について、メガミマガジンではゲーム版のイメージを踏襲した本格推理活劇と報じており、小林の下で4人が推理に挑むため、テレビ版では見られなかった彼女たちの真面目な一面が描かれると評している。同様に、 アニメージュでは、今回はちゃんと推理します。との見出しを掲げた上で、本作の内容について、探偵らしく活躍する。と報じている。月刊ニュータイプでは、シリアスな世界観で、小林とミルキーホームズの推理が光る。当うたニャンタイプでは、今回はシリアスな世界観で真面目に推理と伝えるなど、各、マスコミとも、総じて従来の森脇版。 アニメシリーズとは一線を画した内容について大きく取り上げている。また、内容の変更に伴い、従来の森脇版アニメからスタッフが一新されることになった。プロデューサーの中村信幸は、本作はテレビ版とは路線が全く違うので、監督を岩崎義明さん、脚本を伊上隆代さんというように、新たな婦人で制作されていますと説明している。 時系列的にはゲーム探偵オペラミルキー・ホームズでの事件を解決した直後とされており、イギリスに渡って活躍する小林オペラを追って教え子のミルキー・ホームズがロンドンを訪れるところから始まる。そこでミルキー・ホームズは犯罪者に襲われていたイギリスの探偵学校の生徒を助けたことで事件に巻き込まれることになる。イギリスでの小林のライバルとなる。 スコットランドヤードの警察官やイギリスの探偵学校の生徒、さらには新たな回答ラーが登場する。プロデューサーの中村信幸は小林先生の指揮のもと、知恵とチームワークで操作する点と回答を追いかけるチェイスシーンの二つを挙げている。本作は主にロンドンを舞台としており、プロジェクトミルキー・ホームズの各作品としては初めて、 サダと横浜以外が主要な舞台となる。また、小林オペラが主要な登場人物として、テレビアニメに登場するのも初めてであり、彼の声を演じる森島修太にとっては、本作が初のテレビアニメ主演作品となる。かつて探偵として活躍し、後にホームズ探偵学院の教官となった小林オペラと、その教え子である探偵チーム、ミルキー・ホームズらが活躍する。 探偵学校の生徒であるリリー・アドラー、インビジブル・キティの異名を持つ怪盗のキティ・エヴァンズ、スコットランド・ヤードの警部であるハートリー・クイーン、さらに大佐の階級を持つエドガー・モランなどの新キャラクターが登場する。第一作は探偵・オペラ・ミルキー・ホームズ・オルターナティブ・アン・ギンが最速上映会として、二0十二年八月十八日より、東京都新宿区の新宿バルトナインにて、 先行上映され、同年8月19日より、ニコニコ動画にて、有料先行配信され、同年8月25日に、東京 MX 他にて放送された。第2作は、探偵オペラミルキーホームズオルターナティブ2川口、最速上映回都市忘れ、ワクワク、ミルキーランドと題し、2012年12月9日に、埼玉県の川口総合文化センター、 リリアホールにて先行上映された後、同年12月31日に東京 MXBS11 で同時放送されたスペシャル番組、武士も大晦日アニメ祭り内にて放送された。ありがとうございます。